どうもこんにちは、リナです。今回は謎の病気にかかったとされる一人の少女についてお送りいたします。もしあなただったらどうするのか、ぜひコメント欄に書いてみてください。ではスタートです。ネタザンマイネタざんまい。始まり、アメリカ・ルイジアナ州。私の名前はジプシー・ブランチャード、10歳。ママと二人暮らしだ。ママとパパは私が小さい時に離婚している。母子家庭でただでさえ生活が大変なのに、私の体がさらに負担となっている。私は7歳の時、軽い怪我をして病院に運ばれた。そこで難病が見つかったらしい。この子は重い病気があるようなんです。先生、検査をお願いします。そして私は長時間治療を受けたり、たくさんのお薬を飲まされた。さらに何回か手術を受けて車椅子の生活になってしまう。あなたはもう自分で歩けないの。大変だけど車椅子で頑張りましょうね。うん、ママ。しかし、私の病気はさらに進行。お薬の副作用が出てきたようだ。視力までも衰えてきたらしく、分厚いメガネをかけることになった。さらに、あなたの薬はとても強いものだから、髪の毛が抜けてしまうの。仕方がないけど、全部剃るのが一番いいと思うわ。こうして私は髪の毛が一本もない車椅子生活を送るメガネ少女となった。お薬の副作用はかなり強く、歯もほとんどが抜ける始末。私は固形物を食べることができなくなり、チューブによる流動食になったのである。2005年8月、そんな時、ルイジアナ州をハリケーン・カトリーナが襲った。私は車椅子だから早く逃げられない。どうしよう。私はママと一緒に半壊のアパートを脱出。その後、なんとか救助隊に助け出された。すると地元のマスコミが避難所にいた私たちを取材した。娘は私のかけがえのない宝です。今は助かっただけでも幸せです。難病の娘を抱えたシングルマザー、奇跡的に救出。これはニュースになるぞ。このニュースが流れるや否や、私たちのもとにはたくさんの支援物資や募金が舞い込んだ。さらには、すごいわジプシー、家を寄付したいって人がいるんですって。やったねママ、お家に住めるよ。人々の善意による一軒家で私たちは新しい生活を始めた。2010年、ある日、私は何気なく自分の健康保険カードを見つけた。すると、1991年生まれ？どういうこと？私は1995年生まれじゃないの？ママはずっと私が1995年に生まれたと言っていた。もし1991年生まれならば、私は19歳ということになる。ママ、これってどういうこと？私は15歳じゃないの？あら、ジプシー。勝手にそんなものを取り出しちゃダメじゃない。さあ、きちんと治療しましょうね。いや！ママは私をベッドに縛りつけ、治療と称して私を殴りつけた。次第に私は彼女に対し、恐怖や疑惑を抱くようになったのだ。事実。それから私は母の目を盗んで、インターネットで自分の体を調べ始めた。すると、私って特に何の病気にもかかってないんじゃない？そう。私は生まれた時からずっと健康体だった。むしろ病気なのは母の方だった。私の髪の毛を剃り、車椅子に乗せていた母は、代理ミュンヒハウゼン症候群だったのだ。子供の病気を偽り、熱心に介護するふりをして、周囲の注目を集めようとする精神疾患だ。つまり、
私はずっと母から病気だと洗脳されていたのだ。重い病に侵された少女という肩書きのために年齢までも改ざんしていたのである。どうしよう、早く何とかしないと。2015年6月、そんな折私はネットのデートサイトで知り合った男性と意気投合する。ニコラス・ゴドジョンさん、24歳か。誰かと話せるって楽しいな。これまで私は学校に通えず友達を作ることができなかった。チャットだけでも今までにない解放感を感じる。いっそのことあんな母親いなくなればいいのに。そしてニコラスさんは私の手配で自宅に侵入。母をナイフで17回刺し殺したのだった。そしてその後私たちは逮捕され判決が下った。被告ニコラス・ゴドジョンを第1級殺人罪で終身刑に、ジプシー・ブランチャードを第2級殺人罪で懲役10年に処す。私は刑務所に収監された。それまで栄養不足だったが身長も体重も増え始めている。母の葬式代を払う人は誰もおらず、最終的にパパが遺灰をトイレに流したらしい。テレビのインタビューで来た人に私はこう言った。私は今人生で一番幸せです。普通の女性として生きられますからと。さていかがでしょうか。今回のお話は角川書店さんの本、声に出して読みたい理系用語のコラボです。他にも面白いネタがたくさん載っていますので、ぜひ読んでくださいね。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。